はい、どうも皆さんこんばんは、サイテーマです。ドラゴンクエストビルダーズやっていきたいと思います。前回のパートで、ラライの研究メモみたいなものを手に入れて、ガライが崩壊してたのを目の当たりにしたんですけれども、今回ね、女の子いたじゃないですか。シェネリが、なんか、夜な夜な歌声が聞こえるというようなことを言っていたので、ちょっとその、救命に来ております。で、9の位置を目指してやってきているんですが、どうやらあの場所のようですね。ちょっと行ってみましょう。いや、非常に今回はね、ワクワクしておりますが、なんだ歌声って、ここですよね。多分、9の位置的に。で、今回鍵持ってるので、これだ。今回鍵を持っているので、なんだ上です。皆さん上です。これ一応持って帰ってきましょう。ちょっと行ってみますか。何、なんかいんの、幽霊かなんか、幽霊か何かが待ち受けているとかっていう流れではないよね。歌ってる人がいるってことだよね。ってことは、あ、お前はラライの噂が立っておりますが、おや、君か。この塔に入れるなんて、どこかで僕が生前持っていた鍵を手に入れたんだね。それで僕に何の用だい？まさかあの女のお使いにでも来たのかい？何？僕の歌声が少女の眠りよ。すまない、それは迷惑をかけたね。悪気があったわけじゃないんだ。僕は歌や音楽が好きでね。僕の先祖は盾事の愛好家だったんだ。ああ、ガライにね、盾事が、ガライのね、なんか盾事みたいなのあるんですよ。ドラクエ1に。多分その子孫かなんかですね、このこいつは。僕かい？僕はラライ。やっぱりラライだ。しがない発明家だった男だよ。君は、まだあの女のアメルダの手助けをしているのかい？全く身勝手な女だよ。魔物を倒すために結局僕の発明に頼るなんて。自分が僕の発明の完成を邪魔したくせに。悪いことは言わない。今からでも彼女の手助けはやめた方がいい。言っただろ、あの女は人殺しだって。君もせいぜい気をつけるといい。あの女に殺されないようにね。ラライ殺されたのかな、アメルダに。歌を歌うのはもうやめにするよ。迷惑をかけた少女には謝っておいてくれ。はい、とりあえず一応依頼は達成できました。で、消えたね。とりあえずまあ本とかだけ持って帰っとくか、この辺。で、とりあえずまあ依頼が達成できたので、報告に行くんですけれども、なんか人殺しだみたいなことも言ってたし、ぶっちゃけ何の解決にもなってないんだ。これ読めないね。読めないか。一応持って帰ろう。文房具とか。この辺でアイテムなんで、持って帰っておきます。で、また、一応、まあ、キメラの翼で、一発で帰れるか。はい、ということで、戻りたいと思います。はい、帰ってきました。で、外にあった宝箱にはね、ちなみにキメラの翼が入っておりました。よし。サイテーマンさん、ありがとうございます。歌声の秘密を探ってきてくれたんですね。その歌を歌ってた人、アメルダさんが助手をしていた発明家さんですか？ラライさんって歌が上手なんですね。きっととっても心が綺麗な人なんだと思います。ところでサイテーマンさん、いつもアメルダさんと一緒ですけど、アメルダさんのことよく知ってるんですか？実は私、幼馴染のコルトから変な噂を聞いたんです。なんでもアメルダさんが昔人を殺したことがあるって。俺も聞いたな、さっきラライっていうやつから。アメルダさんはいつも一緒に温泉に入ってくれるし、いい人なことは知ってます。でも自分のことはほとんど話してくれないし、どこか影がある気がして。私、アメルダさんは大好きです。これがただの噂だといいんですけど。あー、アメルダがなんか人殺し疑惑が出ているんですけれども、こういうゲームではないよね。探偵的なゲームじゃないから。待って、ガロンか。ガロンだったら何か知ってんのかな。なあ、サイテーマン。どうやら姉子はラライのメモの解読に手間取ってるらしいぜ。
やっぱり専門家じゃない姉子が最強の兵器を開発するなんてとても。なあ、サイテーマン、シェネリから聞いたぜ。お前死んじまったラライの姿が見えるのか。だとしたらお前に頼みて、ラライの野郎に最強の兵器のことを直接聞いてみてくれねえか。いや、教えてくんないと思うけどな。あいつが素直に話すとは思えねえが、俺に一つ考えがあるんだ。ラライが先祖から代々受け継いできた銀の盾ご、あ、そうそう、銀の盾ごとがね、ドラゴンクエスト1の、重要なキーアイテムの一つなんですけど、門があるらしいんだが、魔物に奪われてぶっ壊されたらしくてな、あいつは生前ずっとそのことを嘆いてた。そこでよ、その盾ごとを探し出して、ラライの野郎に渡してほしいんだ。噂じゃ壊れた盾ごとは、ガライの表現のどこかに隠されているらしい。盾ごとを見つけたら修理して、姉子の贈り物として奴に渡してくれ。どうしてわざわざ嘘をついて姉子からの贈り物ってことにするのかだと。それは俺の小細工さ。そういえばラライの野郎はきっと喜ぶ。分かってるよね、多分幽霊だから。今俺たちのこの会話も多分聞いてると思うよな。あいつのねじくれた心も少しは元に戻んだろう。その表現は小さな氷山だらけって話だ。そのあたりをよく探すといいんじゃねえか。いいか、まずは緑の扉の先の表現で銀の盾ごとを見つけて修理する。修理したらそいつを持ってラライのところに行ってくれ。そうそう、銀の盾ごとに修理にはこれを使いな。姉子が大事しそうに持ってたもんだ。思い出の弦かな。はい、ということで、あ、コンパスに表示してくれるみたいなんで、もうじゃあ早速向かいましょうか。銀の盾ごと探しか。氷山の中に埋まってるらしいので、ちょっとじゃあ早速見に行きたいと思います。まあ、Q が表示してあるから、この場所に行けば、これちょいちょい撃つけど、こいつら、びっくりするんだよね。なんか、大砲撃ちますけど。よし。じゃあ、盾ごと探しと行きましょう。小さなコワゴワした氷山って言ってたから、まあ、とりあえず、適当に探してみるか。はい、発見しました。なんかね、こういう山みたいなのがいっぱいあって、順番にくり抜いていったらありました。これだ。人間の盾ごと、持ち出し禁止。よし。これだ。サイテーマンは宝箱を開けた。なんと壊れた銀の盾ごとを見つけた。よし。これが伝説の勇者ロトが使用したという銀の盾ごとか。はい、銀の盾ごとを入手しましたので、戻って修理したいと思います。これが勇者ロトが使った銀の盾ごとだと思うと、俺たちがやってきたドラクエ1の銀の盾ごとだと思うと、若干胸が震えるな。じゃあ早速修理していきたいんですが、どれだ？炉で修理するのか？これかな？炉で修理でもない。こっちか。銀の盾ごと。なんかそんな難しい素材はいらないと思うんですが、いや、マシンメーカーみたいですね、これ。銀の盾ごとをマシンメーカーで修理するの？よし。あった。銀の盾ごと。思い出の弦、銀。壊れた銀の盾ごと。よし。このアメルダの目の前で銀の盾ごとを作っていく。で、銀の盾ごとを持ってですね、早速じゃあ、ラライに、渡しに行きたいなと思います。はい、Q の場所にラライを探しにやってきたらですね、どうやらあそこにお墓らしきものがありました。ちょっと行ってみましょう。あれはラライの墓ですね。なぜなんだって言ってんな。おや、また君か。僕はふと思うことがある。人間というものはなぜ強情なのだろう。もっと素直に生きることができたら、悲しい思いも辛い思いもせずに済むのに。こんな思いを音に込めて表現できたら、気分も晴れるかもしれないな。いいや、そんなことをすればまた少女の眠りを妨げてしまうだけか。盾ごとをじゃあ渡してやりましょう。これは？また君か。おう、これは僕の家に代々伝わる銀の盾ごと。君はどうしてこれを？なんだって、これがアメルダからの贈り物だって。
これを渡す代わりに魔物を倒す発明のことを教えてもらいたいと。それは嘘だね。アメルダはこんなことはしない。彼女は物で人を動かそうとはしない女性だからね。しかし壊れていたはずの盾事を直すなんて君は何者なんだよ。そうか、君がビルダーなのか。だから僕の姿も見えるというわけだ。物を作る力を持つ伝説のビルダーか。君の力があれば僕の発明も完成できたかもしれないね。最低マン、伝説のビルダーよ。僕は君が羨ましい。ルビスによって最初から失われていた物を作る力を与えられていただなんて。僕が命を懸けて考えたものも君なら簡単に作り出せるんだろう。さあこれを作って弱き者を描くんだ。そうすれば君とアメルダが求めているものを得られるはずさ。なんだこれ、ブルーブロック。ブルーブロック、はい、ブルーブロックたるものを獲得しました。とりあえずガロンのお墓が多分ここにあるので、まあ、ここは特にあれ何もせずに、とりあえず戻りましょう。ブルーブロック、弱き者を描くんだって言ってましたね。ブルーブロックで弱き者を描く、皆さんピンときてますでしょうか。ブルーブロックで弱き者を描く、俺の予想、ちょっとガロン何やってんの。ガロンガロンガロン、今大事なとこだから。ガロンガロンガロン、俺ねスライムをね作れって言ってんじゃないかな。この後スライム作れっていうミッション出るんじゃないかなって思うんですけど。最低マン、ラライの野郎のところに行ってきてくれたんだな。ん、そうか、やっぱりバレちまったか。あの盾事が姉御からの贈り物じゃねえって。さすがはラライだぜ。腹立つことに姉御の性格をよく知ってるな。どういう意味かだと。お前もうすうす感づいてんだろ、姉御とラライが恋人同士だったって。このクソ熱いマイラに生まれた姉御とクソ寒い寒いガライアに生まれたラライ、生まれた場所だけじゃねえ、姉御とラライは性格だって真逆だった。でもよ、姉御とラライは不思議と惹かれ合ったんだ。まあ、真逆の方がね惹かれ合うって言いますからね。竜王軍を倒すために二人は発明を続けた。見てるこっちの筋肉がほてるほどイチャイチャと。そんな日が続いたある夜のことだった。こんな大事な場面までこいつ筋肉を放り込んできたな。姉御がラライを殺したのは、それが分かんないんだよな、なんで殺したのかが。何があったか俺には分からねえ。姉御だっていいやしね。だけど俺は何も聞かねえ。だって俺は姉御を信じてるからな。俺が発明を続けるために避けられなかった姉御の過去の傷さ。とにかく苦労かけたな最低マン。後のことは姉御と直接話してみてくれ。焼きイカくれた。はい、ということで姉御にじゃあ直接聞きに行くか。ラライとのことを聞いたよ、ガロンから全部ね。たく、ガロンのやつ余計なことを。まあいいさ、それであいつがよこしたヒントってのは。そうかい、その青いブロックの作り方をあんたに教えてきたんだね。そうか、ひょっとしたらガライア地方にラライが倉庫として使っていた建物があるんだ。そこでそのブロックを使えば何かわかるかもしれないよ。最低マン、その青いブロックを持って雪のガライアのラライの倉庫を調べてきてくれ。はい、どうやらね、スライムを作るとかっていうのは全く見当違いでした。はい、倉庫にブロック、青いブロックを持っていけってことらしいなので、ちょっと行きますか。何がスライムを作れだよ。作る意味確かにないわ。でも弱いものを描けって言ったから、で、青いブロックだから、作ると思うじゃん。ブルーブロック。これちょっととりあえずじゃあ持っていこう。いっぱい作れるんでね。はい、ブルーブロックをとりあえず10個かな ?10 個ぐらい持っていきましょう。何のために使うのかわかんないんですけど。とりあえずじゃあガライまで戻りますか。はい、どうやらね、Q の場所がここみたいです。ガライの街に戻れってことだと思ったんですけど、どうやら Q をね、どう探してもこれなんで、ちょっとこの中見ていきたいと思います。ちょっと動画を再開したいと思いますが、ガライの街に戻れってことだと思ってたんですけど、お!宝
宝箱。ダメか。このなんかね、骸骨みたいなの入ってんのは、開かないんですよ。なんか、わかんないけど。ブルーブロックを持つ者は弱き者を地に描け。持たざる者はここより立ち去れ。弱き者？あ、そうじゃん。スライムだ。ほら、スライムですよ。そういうことですよ、だから。足りるかな、これ。足りるか、これ。足りないでいく。これ、スライムですね。どうやら、勘は当たってたようですが、スライム、ちょっと足りなかったな。はい、どうやら、地に描けっていうのは、本当にスライムを描けってことだったみたいです。ということで、ブルーブロックを持ってまた戻ってきたいと思います。はい、戻ってまいりました。じゃあ、早速、最後のブロックを置きたいと思います。おー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 、びっくりびっくりびっくり、ちょっと待って。ちょっと待って。急すぎるだろ。ちょっと待ってね。外に追い出して、大砲を使って倒します。問題ない。あ、中じゃないと戦えないのか。くっそ、これ、必然的にこれ、なんかタイマンバトルみたいな余儀なくされますね。まあいいや。大砲で、近づけさせません。よし。とりあえず真ん中のやつをとりあえず渡し、あと両サイドだな。あと両サイドこれ飛んでてくれないか。あとの両サイドは自力で倒します。多分問題ないでしょう。はい、倒しました。ということで、いよいよこの宝箱を見ていきましょう。なんだ、サイデーマン宝箱を開けた。なんとマシンパーツのメモを見つけた。これで何ができる。マシンパーツをひらめいた。不思議な形をした機械の部品。はい、ということで、マシンパーツを完成しました。これ、スライム一応これ、持ってってもいいが、まあまあ一応残しとくか。はい、ということで、マシンパーツの、このメモ、アメルダに見せに行きましょう。アメルダだったら何か、ひらめいてくれるかもしれない。で、いよいよね、この、マイラ編、大詰めに入ってるんじゃないかなと思うんですが、アメルダ、どこだ？いた。あっこで、拍手してくれている。よ、ラライの倉庫からマシンパーツのメモを見つけてきたんだね。早速、私に見せておくれ。そうか、これがあれば魔物の親玉を倒す最強の兵器が作れるってわけだ。それにしても情けない話だね。結局は最後まであいつの発明に頼ってしまった。自分で殺した相手なのにね。なんで殺したんでしょうね。好きすぎて殺したみたいな。あいつの研究のことは何度か話しただろう。あいつはね、炎と氷を合体させる研究に自分の全てを捧げ切っていたんだ。けどどうやっても発明は完成しなかった。炎と氷の融合なんて人間の力じゃ無理だったんだ。あいつは身も心もボロボロになって、でも私はただ見ていることしかできなかった。その時さ、目の前に竜王が現れたの。竜王はラライにこう言った。もし味方になれば人を超えた知恵を与えようって。ラライはその誘いに乗った。竜王の問いにはいと答えたんだ。皮肉なもんだろう。もともとは竜王軍を倒すための発明だったのに。なるほど。竜王でも多分無理だよ。炎と氷融合させるのは。自分の発明に没頭するあまり、最初の目的も何もかも見失っちまったんだ。私はあいつを見ていられなかった。あいつは完全におかしくなっちまってた。だから私はあいつを、ラライを殺したのさ。なるほどな。いや、悲しいっすね。好きな人を殺してみたいな。私としたことが無駄な話をしすぎちまったよ。さあ、早いとこ魔物の親玉を倒す最強の兵器を完成させようじゃないか。ラライは最強の兵器の素材になるマシンパーツまでは完成させることができた。だけど結局は最強の兵器を作り出すことはできなかったんだ。そこでだ、ビルダーとしてのあんたの出番ってことになる。さあ、いよいよだよ、サイテーマ。ラライの発明したマシンパーツを使って、溶岩魔人と氷河魔人を倒す最強の兵器をあんたが作り出すんだ。氷河魔人って前回のバトルで倒さなかったっけ？形も名前も全部あんたに任せる。さあ、頼んだよ、サイテーマ。前回倒したのは氷河魔人の腕か。超激突マシン、機
筋肉的だな。すごいスピードで動く自動車。乗るととても速く移動できる。何度でも使える。車作れるんですけど。ちょっと待って。楽しみすぎる。車作れるよ。マジでマジでマジマジ。来た。これだ。魔法のインゴットとマシンパーツ。マシンパーツは、カラクリパーツ。カラクリパーツ。カラクリパーツの作り方が載っていない。カラクリパーツの作り方が載っていないんだが。あ、違うわ。カラクリパーツは多分、キラーマシンが落とすんだ。多分、キラーマシンが落とすんだと思います。ま、あの、カラクリパーツは。で、そのカラクリパーツを使ってマシンパーツを作り、あとが、魔法のインゴットは足りてるんで、マシンパーツを1個作ることができれば、自動車ができる。みんな車に乗れますよ。